富士電機の製造実行システムメインゲート。実行管理や品質管理など製造現場の管理を自動で行うシステムです。最大の特徴は経営基盤とのデータ標準連携。経営者層の皆様は経営基盤を通して機関連携された現場情報を活用し、リアルタイムな経営判断に役立てることができます。実行の管理。メインゲートは生産レシピ管理や製造指図展開を行う指示系、工程進捗管理や分析を行う管理系のプロセスなど、製造実行データの統合環境を構築します。当システムは直感的な操作で製造実行を指示管理できるようエクセルを活用する仕様です。これにより指図実績のレイアウトの追加変更や設計書の確認などのエンジニアリングを容易に行うことが可能です。実行管理で重要なのは製造工程の見える化。見やすいようにデザインされたダッシュボードでエネルギーの使用状況を見える化。またエネルギーの使用状況と連携した製造工程の進捗も見える化させます。見える化されたデータは品質の管理に活用されます。独自の AI 診断システムを活用した数値解析で製造時のいつもと違うデータを検出し、その要因を解析します。また高度な画像解析も併用することで製品のばらつきに埋もれた微細な異常も検出いたします。当システムに格納された実行品質管理に関する実績データは経営基盤と標準連携、基幹システムと現場を垂直統合することで業務の効率化を実現します。倉庫在庫管理フレックスロジ。ものづくりに密接に関わる倉庫在庫管理。富士電機は入荷から出荷まで倉庫のトータル業務を支援するフレックスロジをご提供しています。フレックスロジは倉庫在庫管理のお悩みを入荷管理、仕分け、出荷管理、在庫管理4つの機能で解決いたします。作業単位や各工程の効率改善から倉庫全体の最適化へとつなげます。製造・在庫管理の DX で現場と経営をつなぐ生産管理を実現したい、在庫状況をリアルタイムで確認したいなど、国内外を問わず皆様がお抱えの様々な課題をぜひお聞かせください。